この番組は人間であるがゆえに渦巻くよ、その欲に正直になる、我慢などクソくらえ、そんな番組です。欲望の時スタート。して自らのセキララな生態圏を引き合いにするポッドキャストの番組が今人気と。ポッドキャストの番組やられてる。やってましたね。どういう話するんですか。やってほしいことよりもやっちゃいけないことを知るとか、うん、やっちゃいけないことって何の。なんか例えばですけど、行くのを強要してくる男、行ってもいいんだよって、行っていく、あ、怒られたのある人いると思うんですけど、あれを言われると萎えるんですよ、結構。あ、うん、行くとき勝手に行くし、そっか、強要、これ行くの強要だ。俺のテクが上手いからお前我慢してんでしょ、そう、俺のテクが上手いからお前我慢してんでしょ、そう。結構これ言う人多くて、もう首いますもん。なんか行っちゃいなよっていうのダメなんだ。マジであんなこと言わない方がいい。ああ、うん、これはね、結構ね、男性視聴者さん刺さるかもしれない、ね、余計なことしない、言わないがやっぱ大事で、まあ、ピルの話も鉄板ですけど、うん、ピル飲んでるか絶対違うし、うん、でもそれは結構男言うよね、ピル飲んでんだからいいじゃんみたいな。それは本当にできないポイントです。デリカシーなさすぎる。そうだな。もうデリカシーないわ。そりゃ最低だぞ、男性そうやってね。じゃあ続いての質問に行きたいんですけど、ちょっとじゃあお尻の経過見てみようか。だいぶ赤みは引いたんじゃない。トーク20分後、毒虫に刺されたの。もうただれちゃってるっすね。ただれてるよね。すごいね。え、毛って人の皮膚ってただれるの。おっす、おっす。食い風。はい、ではいきます。じゃあ、みおりちゃんに聞きたいんですけども、はい、デビュー前の経験人数、どのくらいいました、はいはい、30から40人。30から40、はい、結構幅がありますね。そうですね。それはどういった相手、まあ全員彼氏なわけじゃないでしょ。そうですね。そうですね。え、ちなみにじゃあ彼氏は何人、そのうち。7人。おお、だいぶ、じゃあ少なく見積もっても23人は別で行ってるってことね。まあそうですね。どういう出会いで。紹介とか。紹介、はい、お金持ちネットワークとかそういう感じです。そういや、否定しろ。否定しろ。違います。ミレちゃんにも聞きたいんですけど、デビュー前の経験人数は何人ぐらいですか。70。うわ、いってんね。そのうち、うち彼氏は3、4人。ほぼ彼氏以外じゃん。ほぼテイスティングです。それどこでテイスティングしてくるの。掲示板で出会ったり、当時だとミクシー、ああはい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 、あらゆるソーシャルメディア。え、それ自分から求めに行ってんの。お互いかな。まあなんかメッセージとか来て、はい、回ってみようかなみたいな。なんとなんか同級生に全く興味なかったんで。上とかの。ずっと上でしたね。まあ、そうだよね、だって中学生の時に社会人ぐらい。そう、ずっとそう、スクールラブしたことなくて。マジ？うちだけ文化祭に来る人がなんかおかしい。いや、そうだね。お父さんが来てるみたいな感じに。ちょっとざわついてました。毎日日替わり弁当みたいな。え、めちゃくちゃ、ビッチですね。ビッチですね。ちなみに何が一番出会う率多かった？やっぱ SNS？ なんでも。使いこなしてます。使えるものは何でも使っていくシステムだな、はい、すごいな。綺麗系な女の子がグイグイ来たらそれはおっさんに行くわな、確かに。なんか、金玉を蹴り飛ばしてお小遣いもらった時もありましたね。友達も呼んでもいいよみたいな。金玉を蹴るアルバイトをされてた。どういった内容。わかんないです。職務内容ちょっと。本当に全力で踏み潰してくださいみたいな。あ、もうドエムな感じだ。その時からもう始まってましたね、私の。あ、もうキック人生が。集大成俺狙ったわけね。いや、ちょっと言ってもらえば。金玉はやばい、さすがに。金玉をピンヒール、グリグリ。おぉ痛いわ。今でも覚えてますね。今思って超安かったですけどね。1踏みいくらか。1踏み5000ぐらいでしたかな。5000で踏んであげたの。で、友達も呼んでいいって言って、友達のこう一緒みんなで、おじさんのグリグリして。してんの、それで。いや、してなかったと思います。ただもう、あーって。あーって、もっと強くいいかなって、もっとやべえ、学生。いや、大丈夫ですね。やっぱ、多分 YouTube のコンプラ的に、多分ダメだと思うから。そっかそっかそっか。
最後の質問になるんですけども、はい、これ最近暴露トークとかで結構まあ男子人にね、はい、まあ流行ってるんで、まあ、ちょっとねちょっとした暴露とかあったら聞きたいなって思ってるんですけど、みおりちゃんなんかあります？暴露と昔の昔の昔なんですけど、おおいい昔ね、はい、お仕事先の方に車に乗ってちょっとお話をして、あれと思ったらホテル見えるなみたいな場所でお話をしていて、なんかそれとなく行かないみたいな。仕事先の人？そうです。でも私そういうのなんかあんまりその臨機応変じゃなかったんで、うん、ちょっとびっくりしちゃって。そうだよね、いきなり仕事先の人にねラブホ連れられたらで緊張しちゃって、うん、ちょっとマジでごめんなさいってなって、うんうんうん、その時はかっこいいびっくりした。怖いよねそんなん。断った時さ、車まだ乗ってるわけじゃん、うん、空気感どうなの？気まずいみたいな。え、無理です、うん、そっか無でしょ、そっから無ですね、はい。ちなみにそれ、どういう撮影スタッフとかそういう感じの人？ちょっとそこは、はい、言えないと。はい、まあでも、否定しないってことは多分そうなんだろうな。じゃあ、つみれちゃんも何かありますか？私、めちゃめちゃ出会い中で、うん、そうだね、今でもあの少しでも遊んでる人がいないと、うん、SNS 出会い系全部使います。え、今でも？え、使いますね。マジ？インスタの DM 平気でこいつ面白そうと思って会ったりしますし。どういう人だったら返したいってなる？なんかなんとなくのうちの感覚なんで統一感はないんですけど。え、だってフォロワー数多いじゃん。今インスタ消えちゃったんで。あ、もはやなんかソーシャルメディア系でしか男の人と出会いたくない。多分始まりがそうだったからかもしれない、中学校の初彼が。あ、そっかそっかそっか、出会いがね。友達の場からは付き合わないほぼほぼっていう。あ、すごいなそういう感じ。今だってさ、もう有名になったからすごい。だから、あ、桜ですか、悪用されてますよ。だよね、ほぼ来るでしょ。インスタからほぼ本人だな思いながら。すごいな夢がある。夢あるよね。結構付き合うのは今でもSNS とか、うん、出会い系から。え、それ公表してんの？私結構 SNS から言ってますよ実はみたいな。いや別にこういう喋る機会があればよく、いちいちそんな。俺見たら多分相当来ると思うよ。まあちょこちょこ現れてます。いやそれは夢あるわ。いやなるほどね。大好きです。もしかして俺からも来る？一生懸命俺っぽくない写真にして、あったら俺みたいな全然違う人の写真使って食いかじでね、今いろいろねお二人のねぶっ飛んだお話を聞いたんですけども、続いてはね商品をかけたゲーム対決の方をしていただきたいなと思うので、はい、まあ、まずねゲームの準備の方していきたいと思うので、はい、まあ、お着替えとしてもらえたらなと思います。はい、はい、どうもミセスです。クイーンカジノさんが無料ゲームを始めました。その名もクイーンカジ無料版。皆さんぜひサイトをチェックしてね。Wiser. Next.